カラスの親指バイリュール・オブ・クロウ・エッサムは、道尾秀行による日本の推理小説。書出は、メフィスト2007年9月号、2008年1月号、5月号で、2008年に、講談社にて、単行本化された。後に、第144回、直木賞を受賞した道尾が初めて、直木賞候補となった作品であり、他に、第30回、 吉川英治文学新人賞候補、第62回日本推理作家協会賞を受賞している。2012年に映画化された。竹子と、竹沢竹を早探れたベテランの詐欺師。元は真っ当なサラリーマンだったが、肝臓を悪くした妻が病死。その後、闇金の取り立てで職を失う。なし崩しに借金取りにさせられ、樋口というヤクザに追い込みを命じられる。 両親の葛飾から、経理資料を警察に持ち込んだ結果、樋口たちは逮捕されたが、竹は自宅を放火され、幼い娘を失う。何もかも失った竹は、自殺を図ろうとするも死にきれず、復讐を恐れ逃げ回る生活を余儀なくされていた。そんな時、あることがきっかけで男に出会う。自分も追い詰められた過去を持つ竹は、鉄を拾い、二人はコンビを組んで仕事を重ねる。 ある日ラーメン屋で食事をしていた二人は住んでいるアパートが火事になったことを知り慌てて逃げ出す。竹と鉄は綾瀬に一軒家を借りて新生活を始めた。上野での一仕事の後、二人はすりに失敗した少女を見かけて逃がしてやる。その後、真昼から生活に急していることを聞かされた竹は一万円札を私困ったことがあればうちに来いと誘う。 ある朝、竹がドアを開けると、前には、ボストンバッグを持った真広がいた。真広を歓迎した二人は、その後、家前にいた子猫とも暮らすようになる。さらには、真広の計らいにより、美人だが、常識も生活力もない姉の矢広、矢広の恋人で、ずー体はでかいが気が小さい、勘太郎という失業中の男とも出会う。貧乏人同士助け合おうという竹の提案で、五人と一匹は、 共同生活を始める。家族のように暮らす5人と一匹だが、平和な日々は長くは続かなかった。怪しげな車が様子をうかがうようになり、ぼや騒ぎが起きる。そして、戸坂が姿を消し、変わり果てた姿で発見される。5人は樋口への復讐を企てる。だが、その後明らかになったのは、思いもよらないとんでもない事実だった。 2012年11月23日公開。監督は伊藤正、主演は安倍博史。安倍博史がキリンの翼、テルマエロ前の演技と合わせて評価され、第55回ブルーリボン賞主演男優賞を獲得。能年玲奈が第37回放置映画賞新人賞を受賞。作中にある多くの伏線は、結末だけに関わらず様々な場面に対して、 使われているが、その多くが公開時のパンフレットに記載された。竹こと、竹沢竹を早探れたベテランの詐欺師。元はまっとうなサラリーマンだったが、闇金の取り立てで職を失う。なし崩しに借金取りにさせられ、樋口というヤクザに追い込みを命じられる。その結果、娘を抱えた母親が自殺。両親の葛釈から、経理資料を警察に持ち込んだ結果、 樋口たちは逮捕されたが、竹は自宅を放火され、幼い娘を失う。何もかも失った竹は、自殺を図ろうとするも死にきれず、復讐を恐れ逃げ回る生活を余儀なくされていた。そんな時、鉄橋で下を覗き込む男を見かける。自分も追い詰められた過去を持つ竹は鉄を拾い、二人はコンビを組んで仕事を重ねる。競馬場で一仕事を得 ラーメン屋で食事をしていた二人は住んでいるアパートが火事になったことを知り慌てて逃げ出す。竹と鉄は綾瀬に一軒家を借りて新生活を始めた。上野での一仕事の後、二人は仕事に失敗したスリの少女を見かけて逃がしてやる。その後、真昼から生活に急していることを聞かされた竹は一万円札を私、困ったことがあればうちに来いと誘う。 ある朝二人が目覚めると若い三人の男女が茶の間に勝手に上がり込んでいた。それはアパートを追い出された真宙と美人だが常識も生活力もない姉のヤヒロ、そしてヤヒロの恋人で、ずー体はでかいが気が小さいもといじめられっ子で、失業中の時計職人カンタロウだった。貧乏人同士助け合おうという竹の提案で五人は共同生活を始める。子猫の 戸坂も加わり、家族のように暮らす五人だが、平和な日々は長くは続かなかった。怪しげな車が様子をうかがうようになり、ぼや騒ぎが起きる。そして、戸坂が姿を消し、変わり果てた姿で発見される。五人は樋口への復讐をくわがてる。だが、その後明らかになったのは、思いもよらないとんでもない事実だった。その他、原田善友、あかな子、佐藤修国、 坪谷龍り岡部直、林お也、金松和は池田渡ずる、う木清彦、龍ひ市川ゅう本村幸か岩井秀人、平原哲、坂本龍一、西尾いひ内藤ひ也、杉浦真つ、さかもとりゅういち、にしおひろゆき、まこと、福田英二稲森誠石橋 鹿児島二郎、塩見ゆう山下淳、山下羽音、山下小杖、小林賢治、横田左仙2013年5月29日発売。発売、販売元は、キングレコード。ありがとうございます。